子猫の鳴き声が聞こえたような。ここにいたんだ。お母さんはどうしてしまったんだい？一人ぼっちなんだね。かわいそうに。拙者と一緒に行くかい？親猫は死んだのに、子猫はまだ生きておったか。どのみちそんな貧弱では生き残ることもできぬだろう。まるで拙者のようですね。器用なことを言うではない。治水の主と認められたならば、そちも眼見になろう。それよりも親も兄弟姉妹も皆死んだのに、一匹生き残った猫など不吉ではないか。あるいはそやつが持つ悪縁のせいで他の猫は死んだのやもしれぬぞ。元来猫は恩知らずな生き物で、老いれば簡単に化け物となり主人を襲うものだ。全ての猫がそうなるわけではそれに犬猫も3日飼えば恩を忘れずと言うではありませんか。猫のことなど気にかけている暇があるのなら、まずは己に課せられた役目について考えるのだな。このまま見捨てては遠からずこの子は死んでしまいます。やはり連れて行くことにします。一緒に行こうか。いた。だから捨ておけと言ったであろう。早速血を流させるとはやはり不吉よ。驚かせてしまったから少し引っかかれただけです。この子に拙者への悪意があったわけではありません。ミケ、遊びに来てくれたのかい？くすぐったいよ。ミケ、市場に行ってあれを食べに行こうか。おじさん、アユを2つください。アユ2つですね。ちょいとお待ちください。それにしても坊ちゃん、最近よく外へ出かけてるじゃねえですか。家の人に見つかったらまた叱られちまいますよ。屋敷にこもっていても治るものも治らないから気分転換ですよ。誰にも言わないでくださいね。足が告げ口なんてするはずないでしょ。ささ、こちら焼き上がりましたぜ。それにしてもこいつも元気に育ってますね。ありがとうございます。ほーらミケ、早く戻って食べよう。
実にいい心根をお持ちなのにね。やはりあれは出来損ないなのです。結束の儀式を失敗したのはこれで何度目ですか。見切りをつけて交代させるのが賢明でしょう。あのミヤとかいう娘が賭博にはまって式神をすべて失った今こそ当家が再び大魔御三家の一角となる好機でしょうに。修行に没頭したとてなお足りぬ身であるのに、天津さえ猫などにうつつを抜かしているとは。あれは本当に猫なのですか。最近あちらの動きが尋常ではないことを考えれば、猫に化けたあやかしの類の可能性も。治水さえ覚醒できたならば、あの程度の式神でおごる一族や中途半端な鬼忍者など物の数ではなくなろう。あれは資質はあるゆえ、今一度機会を与えるつもりだ。無論数百年もの間受け続けてきた屈辱を晴らす機会を無駄にする気など毛頭ない。そのための障害となるものは容赦なく切り捨てよ。さすればあれも次が最後であることを悟るだろう。そんなミケが。お願いだ、逃げておくれ。にゃーん。拙者と一緒にいたら殺されてしまうよ。早く逃げるんだ。にゃーん。ふふ、猫一匹も守ることができないのに何が武士だ。拙者にもっと力があって治水の主に認められていたら。いっそのこと一緒に逃げてしまおうか、ミケ。猫と旅をするさすらいの武士ってのも悪くないかもしれないね。先々で依頼を受けながら気ままにあちこち流れてみる。お前が好きな鮎を思う存分食べながらさ。おっと、逃げるならその刀は置いていきな。何者だ。猫の匂いを追ってきてみれば、こいつは運がいい。人目を避けるのに手間がかかったせいでてっきり無理かと思ったが、まさか追いつくとはな。妖怪。にゃあ、そんな風に呼ばれたりもするっけな。それより小僧、お前の持つ破壊の力が宿った刀なんだが、この俺がもらってやるよ。ふざけたことを。刀を抜くことすらまともにできんのか。小僧には竹刀がお似合いのようだな。ミケ、危ないから逃げて。目障りだ。まとめて始末してやる。おとなしく刀を渡していれば命を無駄にせずに済んだのにね。
何が起こったんだろう。ご主人はどこに行ってしまったのかにゃ。それよりこの姿、拙者はどうしてご主人みたいになっちゃったんだ。ご主人はやっぱりあの妖怪の手にかかってしまったんだ。拙者のせいで。だとしても、どうして拙者はこの姿に。もしかして、化けてしまった？それで、この近くに猫の妖怪が現れたの？そうなんですよ。数日前にも偶然通りがかった大魔師を襲って重傷を負わせたらしくってね。よっぽど手だれの妖怪みたいなんです。しかもその妖怪が猫に化けて村に忍び込んだって噂のせいで、飼い主のいない猫はみんな殺されてしまって。そういえば村長はこのために大魔師を呼ぶと言ってたけど、もしかして。いえいえ、拙者はただの通りすがりのね、さすらい人です。というわけで、今はとかく物騒でしてね、下手に出歩かない方がいいですよ。退治されるまで止まっていかれた方が。お気遣い感謝します。さ、焼き上がりましたよ。こちらご注文の鮎です。おとなしくしている方がいいのかにゃ。だけどやっと得られた手がかりなのに。噂の妖怪があいつであってほしいのか、そうではにゃい方がいいのか、わからにゃいんだ、ご主人。あぶにゃいじゃにゃいか。へえ、なかなかの身のこなしじゃねえか。こいつは久しぶりに楽しませてくれそうだな。やっぱりお前だったんだにゃ。ついに見つけたぞ。俺を知っているのか。どこかで見たような。ああ、刀も満足に抜けなかったあのガキか。だがおかしいな、あん時確かに殺したはずなんだが。ご主人を殺したって。その耳、それにこの匂い。そうか、てめえ妖怪になっちまったんだな。死ぬ前にあのガキの血でも飲んちまったか。夜じゃねえか。変化の術もなかなかのもんだ。言われるまで気づかなかったぜ。拙者は妖怪にゃんかじゃない。そんなことよりもよ、奪ったはいいが、こいつが鞘からどうにも抜けなくてな。そこであの村に行ってみたらよ、笑っちまったぜ。お前の主は一族からとんでもない役立たずの烙印を押されてたんだよ。ご主人を侮辱するにゃ。こいつを使いこなすためだけに育てられたってのによ、一向に役に立たないからお役御免になる寸前だったんだってな。おまけに猫と戯れていたってのも理由の一つになってたんだから。それであの日、てめえを生かすためにこっそり抜け出したのが運の尽き。嘘を言うにゃ。生き
ている間は主の足を引っ張り、死んだら死んだで主の血を吸った挙句に化けて姿を盗むなんてな、とんだ恩知らずになったじゃねえか。見上げた化け猫だね。拙者は化け猫じゃにゃい。拙者の庭は見てだ。人がつけた名にこだわるなんて未練たらしいやつだぜ。なんであれ、ちょうどいいところにまた来てくれた。主の血を得てその姿になったってんだから、お前の血をこの刀に吸わせたら抜けるかもしれねえな。悪いが試させてもらうぜ。おや、浅かったか。くそ、何しやがる。出てきやがれ。間もなく死ぬ運命にあるのに、弱い猫もよく吠えるものだな。にゃはは。さては村の奴らが雇ったってタイマシはてめえのことだな。どこのネズミか知らねえが、どうせなら天才って噂のミヤぐらい呼ぶんだったな。でしゃばるネズミは狩られるってな。霊力もろくに感じられねえ人間ごとき、後悔する間もなく細切れにしてやるぜ。その妹にこの仕事を押し付けられたのだがな、その玉杯やはり黒線の手下であったか。そんなもので妖力を増したところで、おや、ご主人の仇。なんでてめえごときにそいつが抜けるんだ。そか、結果。やった。拙者、ご主人の仇を。だけど、力が。うちは揉めか？はて、この妖怪はいかがいたそうか。拙者をあんなやつと一緒に死にゃいで。これは治水ではないか。こんなところで噂に聞く名刀をお目にかかれるとは。これを知っているの？この刀はご主人のものにゃんです。おおよその事情は察したが、ま、こいつを回収する依頼は受けておらぬからな。妖怪が2匹いたという話も事前に聞いてはおらぬ。依頼？ひょっとしてさすらいの武士？ひとまずこいつはお前に預けておくとしよう。とにかく敵討ちはできたんだ。ご苦労だったね、ミケ。ご主人。あれ、誰もいない。ご主人の敵討ちをしたにゃら役目も終わると思っていたのに、この姿にニャったのもそれが理由だと思ってたのに、置いてきぼりにされてしまった。これからどうしたらいいの？拙者はニャにをすれば。いっそのこと一緒に逃げてしまおうか、ミケ。猫と旅をするさすらいの武士ってのも悪くないかもしれないね。先々で依頼を受けながら
気ままにあちこち流れてみる。お前が好きな鮎を思う存分食べながらさ。さすらいの武士、本当にそれでいいのかよくわからにゃいけど、これはご主人の思いにゃんだから、拙者は頑張ってその道を歩いていこうかにゃ。